久保さん進化せずに何かを手に入れることはできるんでしょうかテクノロジーが進化せしなかったら宇宙に人類は行けたんでしょうか何かねニュースで見たんですけどなんか宇宙旅行にあの当選した人がいるらしいんですよだけど体重が太ってすぎて100何キロぐらいあって体重オーバーでその権利を誰かに渡したらしいです <laughs> まさかの あの当選したけど宇宙旅行行ける当選したけど体重オーバーみたいなね <laughs> その人は変化しなかったんでしょうね <laughs> まあ変化、まあ、受かると当選するとは思わなかったのかな <laughs> うん, <laughs> うんだからまあその今の身近な事例でも食べなきゃ太んないんですよ食べると体が変化するんですよ太ったりとか脂肪ついたりとか 身近な、でもそうじゃないですか。変化しますよ。食ったら。もう食わずして太れる人っていないと思うんですよね。うん。なんか、与沢さんがなんか、そのライブで、なんかライブやってて、どうやってダイエットうまくいったんですかみたいな質問があって、食わないことです。みたいな <laughs> 食わないみたいな <laughs> そう食わなきゃ痩せるよねって話ですよね。<laughs> 当たり前なんだけどね。<laughs> でも食わないだけでもね、 変化ででできるんすすすよ、すごないですか食わないだけでも変化できるっていうね体を変化させられるっていう逆に言うと食うと変化させられるっていう <laughs> うんだからまあ変化せずに何かを手に入れるっていうのは難しいですね例えば今まで暴飲暴食してました太りましたじゃあまた暴飲暴食をし続けて うん痩せるる体を求めるそれは無理でしょ。それ無理だと思いますようん。それを手に入れたいんだったら、今まで暴飲暴食してたんだったら、それを控えると。それだけなんです。でもその変化がなければ、体に変化はないですよ。<laughs> だけど、多くの人が、今を変えず、今日を変えず、未来を変えようとしています。もう一し上げますね。 今日を変えず未来を変えようとしています。無理です。今日を変えないと未来は変わらないです。今日を食べなければ痩せます。多分 <laughs>。今日も食べない。明日も食べない。まあ食べなさすぎはね、健康に良くないと思いますけど。まあ暴飲暴食の話ですね。別にそんな、めちゃめちゃ、一日三食食わなくても生きていけられるんで。久保さん、そうっすよね。一日三食食わないと人間って生きていけないんですか一日三食,食わないと健康じゃないんじゃないですか 1> 僕、一日三食食べてる人より、めちゃめちゃ行動してると思いますよ。めちゃめちゃ動画撮れると思いますよ。撮ってくると思います。<laughs> 僕、一日一食ぐらいですけど。うん。まあ、そもそも、あのー、昔の人なんか、一日三食食えなかったですからね。戦後とか。原発、原発が落とされた、まあ、広島原発落とされましたけど、原発が落とされた時代、一日三食食えたんですか多分食えないですよ。一日一食食えるか食えないかでしょ。 それでも生き残ってきたわけじゃないですか、うん、はいいってらっしゃい